東北大学入学式が令和3年8月9日亀井アリーナ仙台にて執り行われました。新型コロナウイルス感染症の影響で昨年は中止、今年は4月開催予定で延期となっていた入学式を令和元年度以来2年ぶりに短縮した入学式となりましたが、第1部として学部1年生、第2部として学部2年生、大学院1年生を対象に開催しました。おめでとうございます。東北大学を代表して新たに入学された2448名の新入生の皆さんを心より歓迎いたします。大野総長は祝辞の中で、東北大学の一員としてそれぞれの専門分野で最先端の学術研究に携わり、未来をたくましく切り開いていくものと期待していると学生たちを激励しました。また留学生に対し英語でお祝いの言葉を送られました。 Welcome to the family. Welcome to 東北 University. 続いて第一部の新入生代表による挨拶で、本学で学ぶ期待や抱負が述べられました。新たに支えていただきながら勉学に打ち込めることに感謝し、初心を忘れず高い志を持って日々精進してまいりますことをここに誓います。令和3年8月9日第2部では、昨年入学式が中止となった学部2年生と大学院1年生の入学式が行われ、学生代表による挨拶では周囲の方々への感謝や今後の意気込みが述べられました。このような晴れの機会を用意してくださった大野総長をはじめとする大学関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。新入生は本学で学ぶ気持ちを新たにし、希望に満ちた表情であふれていました。